ティアデラマドレは日本の競争馬。主な勝倉は2014年のマーメイドステークス、府中品馬ステークス、愛知杯。2010年2月22日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生した。血統や調教の動きなどからクラシックへの期待がかけられる馬だった。2012年6月15日、ゲート試験に合格し、3ヶ月後の9月9日に、 阪神競馬場、芝千四百メートルのメイクデビュー戦でデビューした。道中は五番手からの競馬となり、直線で抜け出して後続に一馬新半差をつけて勝利した。レース後、起乗した福永雄一は、いい勝ち方だったと評価し、母のディアデラノビアも管理していた。各井勝彦は、少し頭の高い走りが似ていると語った。しかし、後に、 左前足の骨折が判明し、休養を余儀なくされた。2013年4月28日のスイートピーステークスで復帰したが9着に敗れ、そこから2戦挟んだ9月17日の条件戦で勝利した。続く10月14日の堀川特別でも勝利し、11月10日のエリザベス上杯に出走した。陣営はヨババでのレースを望んでいたが、オモババとなり、 さらにスタンド前からの発想が原因でテンションが高くなったことも災いして急着に敗れた。しかし、上がりンハロンはメンバー中2となる34秒二の末足を使っている。レース後、二度目の骨折が判明したため再度休養を余儀なくされた。しかし、この骨折は小さな骨片が飛んだ程度のものだった。2014年5月18日のパールステークスで 復帰したが、頭差の2着に敗れた。続く6月15日には、マーメイドステークスに出走した。2走前のエリザベス上杯のこともあり、入れ込み対策として、面校を着用させた。レースは、中段の外目を追走し、直線で抜け出して後続に一場身反差をつけて、勝利した。ゲート試験合格からちょうど2年後に、重傷初制覇を果たした。 ゴール前は手綱を抑える余裕も見せ、起乗した藤岡幸太は、いい足を使ってくれた。スタンド前発想だったので、テンションが心配だった。エリザベス女王ハイより落ち着いていたのが大きかったなどと、語り、もっと大きな舞台で活躍してくれると思うと今後を、楽しみにした。なお、このレースでは、クレイグ・ウィリアムズが起乗するプランもあったが、53キロの、 金量では騎乗できないことから4走前から騎乗している藤岡康太が引き続き騎乗することになった。続くクイーンステークスは5着。藤岡康太は広いコースの方がいいのかもしれないとコースに敗因を求めていた。府中品バステークスでは後方2頭目の位置から一気に差し切って優勝。エリザベス上杯でも後方から メンバー最速体の上がり3ハロン33秒1の末足で追い込んだが3着に敗れた。続く愛知杯に勝利し、母ディアデラノビアとの母子制覇を達成した。2015年は参戦するも敗戦が続き、2015年10月22日付で競争場登録を抹消。2014年愛知杯2021年5月29日現在以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づく。abcdefghijklmn オーバー情報ジャビスサーチ2016年3月28日閲覧ディアデラマドレが直線の追い比べを静止重傷2勝目。 不中品は S2014 年10月18日 NETKEIBA.COM2014 年愛知ハイレース結果 -NETKEIBA.COM2014 年12月22日閲覧 ABCDEF マーメイド SG3 重症ウイナーレポート競争場のふるさと案内所2014年6月25日閲覧スリープレスナイトの全弟が ゲート試験合格。netkeiba.com ニュース。2014年6月25日閲覧。ab, 阪神新馬戦。ディアデラマドレコ番手から抜け出し V。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月25日閲覧。ab, ディアデラ娘が、ウィジン V。福永絶賛、新馬戦。nikkanspotrs.com。 2014年6月25日閲覧。エジョ王杯ディアデラマドレ元気よし。あとはヨばば希望。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月25日。閲覧。マーメイド S。一番人気ディアデラマドレ。直線切り先重症発部位。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月25日。閲覧。エジョ王杯戦い終えて。 スポニチ・スパニッキー・アネックス、2014年6月25日、閲覧。マーメイド・ S、ディアデラ・マドレ、開花の初、V、藤岡康史、いい足。スポーツ放置。2014年6月25日、閲覧。A、B、ディアデラ・マドレが差し切り、藤岡康史、もっと大きな舞台でも、マーメイド・ S。NETKEIBA.com ニュース。 2014年6月25日閲覧。マーメイド S、重症発生派ディアデラマドレーの将来性を徹底検証。トースポウェブ、2014年6月25日閲覧。AB、ディアデラ豪客発揮発重症。マーメイド S。NIKKANSPOORTS.com。2014年6月25日閲覧。マーメイド S、マドレ発部位、充実4歳が。 末足一線、サンスポー、コム。2014年6月25日閲覧。クイーン S、ディアデラマドレ5着小回り不向き。スポニチアネックス。2014年12月30日閲覧。不中品場 S、ディアデラマドレ5回末足。重傷2勝目。スポニチアネックス。2014年12月30日閲覧。エジョウハイ、 ディアデラマドレ直線最速体の伸びも3着。スポニチアネックス。2014年12月30日閲覧。愛知杯。ディアデラマドレ英脚発揮で母子制覇。スポニチアネックス。2014年12月30日閲覧。トゥザワールドゴー、ディアデラマドレゴーが競争場登録抹消日本中央競馬会。2015年10月21日閲覧。ディアデラマドレ。 競争場データ .netkeiba.com 2020年4月13日閲覧。ありがとうございます。